続いて知ってただろね、知ってただろね、ミッキーさんからいただきました決め台詞、発車3秒前、2、1、どうぞ。電車来ねえの。でもやっぱお前とは離れたくないからな。このまま時が止まってずっと一緒にいられたらいいのにな。これはかっこいいんじゃないですか。でも足痛えよ、ずっと止まってたら。立ってんでしょ、だって電車来ねえなってことは。もうリアル。そんな一緒にいたらおかしいでしょ。女の子もかわいそうだから。いや確かに。じゃあそっか、タクシーで帰ろう。もうお金持ち、そこは一緒に帰ろうよ。ほらほら、送っていこう。高校生ですから。そっか、丈夫なんですよ、体力あるんですよ。いや丈夫なの高校生ってえほら部活してるし。え、じゃあ小沢ちゃんさ、うんうん、ずっと一緒にいられたらいいのになって言われたらさ、おうって感じなんだおお、マジ、おマジってなりますけどね。なるでしょ。あ、まあまあ、あの好みの男性でしたら、おマジって。ほんとかい電車来ないぐらいですぐ来るわって分かるでしょ、だって日本のダイヤなんて結構完璧なんだからさ山手だったらめっちゃ速攻来ますから ね電車来ねえ、だって2分後来るわって感じでしょ、だっていや次行こうか続いてしてただろうネーム、就活って大変だねさんからいただきました決め台詞、発車3秒前、2、1、どうぞ。俺のこのドキドキした心臓やるよ、お前のために取っておいたんだ。おかしいでしょ。ありがとうございましたお前死ぬのって言ってあげてえ、お前死ぬの、超ニコニコしながら言ってあげて死ぬんだ死ぬんだ死ぬの。あ、なるほどなるほど、うん、あ、お前死ぬんだ、大変だね、大変だねって次行こう苦しい